最近掲示板で最も騒ぎになった事件です。スターシップ所属のアイドルグループ IVE のヘアメイク担当に関する一悶着がありました。掲示板に投稿された文章には、ああもうこんなヘアメイク担当はおしまい、11のデビューからかなりの間我慢してきた、スターシップと IVE のヘアメイク担当は IVE に悪影響を与えている、メンバーたちはステージだけではなく広告やモデル、バラエティ番組までこのメイクアップテロを受けている、韓国内も海外ファンも皆同じ思いだと書かれていました。タグにはスターシップ IVE 美容院変えて、 IVE 美容院変えて、 IVE ヘアメイクしっかりしてなどがありました。これまでにもドリームコンサートのガウル何これという投稿がされていました。確かに以前のガウルの見た目とは少し違った雰囲気が感じられます。ファンたちは落ち着いたトーンのミディアムヘアスタイリングがガウルにとても似合っていてよかったのに一体なぜという反応もありました。ブリーチされた短髪に濃いチーク、そして全体的なヘアメイクアップに対する違和感、またカラコンに対する意見も多くありました。ガウルは三白眼のため明るい色のカラコンはいまいちなのにずっとこれを着用させている、ジャンオニョンも明るいカラコンをたまにつけさせてほしいなどの反応を見せました。これにヘアメイクアップ担当は自身のライブを通じて私の道を行くと言っていました。これを聞いたファンたちは、自分の道だと、あんなメイクをしておいてこれからも続けるってこと、ファンたちにおふざけしてないで、マジでお願い、このヘアメイクショップ実力がないのもなんだけど攻撃的すぎて他のお店が引き継いで担当したがらなそうなどの反応を見せました。現在の IVE のメイクスタイルがコーディネーターとかなり似ているようなのですが、堂々と私の道を行くという姿を見てもおそらく IVE のヘアメイク担当が変わる可能性は低いと感じます。皆さんはどう思われますか？